女城主、直虎、42位、長篠に立てる策、2017年10月22日、日、19時10分19時55分、の放送内容、家康、安倍貞夫、はついに長篠へと出陣、材木を調達して初手柄をつかもうとした万千代、菅田将暉、だった、が、直虎、柴咲コウ、にその動きを阻まれ留守を命じられる。番組内容、家康、安倍貞夫、はついに武田との決戦地、長篠へと出陣、いいから材木を調達して初手柄をつかもうとした、万千代、菅田将暉、だったが、直虎、柴咲コウ、がその動きを阻んだため留守を命じられることになる。長篠では家康と合流した信長、市川海老蔵、が、鉄砲を用いた奇策を披露する。この戦に参戦していた直行、山本優、馬、と六左衛門、田中美代、は不足していた材木を調達した功が認められ、信長と対面することになるが、出演者、柴咲コウ、菅田進む明、高島正宏、尾身俊則、市原隼人、六角清志次、山本優馬、田中美代、渡辺明、橋本淳、小松和江、山本隆二、美之助、坂西良太、井野脇海、中村尾久志、朝倉明、平成成ほか、原作、脚本、森下恵子、音楽、菅野陽子。